ンコールの買い付けとかでもほぼほぼ見たことがないです。今回のメインディッシュというこれが昨日買った一本です。ちなみに今作ってます。どうも、ユミヤのキューティーのユミとキューティーです。さあ今月もやっていきましょう。10月の祝福。はい、というわけで、まだね暑かったり涼しくなったり、でも結構涼しくなったよね。今日バイク乗ってきてて、やっと秋を感じましたね。じゃあまあ10月の私服を紹介していきたいと思います。じゃあ今月の私服は、はい、キュウリさんからお願いします。はい、この間の新婚旅行と帰ってきた時に買ったメガネ、買ったところのディーラーさんは50年代って言ってたんですけど、50から60年代ぐらいのフレンチフレーム。フレンチフレームでも結構珍しい形なんです。なんかアメリカっぽいの。そう、アモールっていうこうメタルとセルがくっついてるモデルで、雑多にこうメガネが置かれてる中を漁ってたら、おっ、あったんですって。へー。多分こっちが10金で、ここにセルロイドが、ツヤがいい感じなんで、もうめちゃくちゃ気に入ってますね、これ。で、レンズはグレーの超光レンズ入れてるんで、紫外線でサングラスにもなってて、最近気に入ってる一番のメガネかなと思います。で、今回のメインは、ブラックモールスキンジャケットなんですけど、なんだかんだ、私服紹介で出すの初めてじゃない？ああ、確かに。そう、ブラックは多分去年、1年前ぐらいまで2、3着持ってて、けど多分ポップアップのタイミングかなんか全部手放してたんですよね。アドルフラフォンの1930年代前後ぐらいのアドルフラフォン。いやー、こんなでっかいタグね。そうですね、このタグは本当アンコールの買い付けとかでもほぼほぼ見たことがないですよね。ブルーモールスキンだったら見たことあったんですけど、ブラックでこのデカタグはほぼ見たことなかったんで、なんかディーラーのインスタとかで見たことあったぐらいで、スーパーレアな一着だよね。買い付けの時に出て、結構ボロボロだったんで、知り合いのお直しの方に直してもらって着れるようにしたんですけど、でかつボタンが6つボタンっていうね、これはねちょっとねずるいって思うやつよね。そうだね、これはちょっとねこんな組み合わせ、ずるいセットですよね。しかもアドルフラフォンだからじゃなくて、この個体がまずめちゃめちゃ良くて、それを紐解いたらこの年代のラフォンなんだっていう。そうブラックモールスキンのこの生地がさ、あんまし見たことないその肝感という、本当にモグラの皮みたい、ちょっとあとライトオンスですごい着やすいんですよね。でシルエットも A ラインというか、この開いた時のさ、このそうな、この開き、サックコートみたいな感じで、そう、裾が開く形が本当にキューティーさん、羨ましい、ずるいって思うような、これはずるい一着ですよね。1930年代前後なんで、ギリギリ多分テーラードのパターンとかでワークジャケットとかも作ってて、なのでこういうシルエットになってるのかなと思います。肩の作りとかもね、そう、サックジャケットみたいな作りになってたり、店用にね一応仕入れてはいたんですけど、これはちょっと、これ、はい、ちょっと着て楽しませてくださいっていう、でも手放す時はね、ところで手放す時はオーナー私物放出品みたいな感じで、はい、3周年記念とかやろうかな。あれ10周年とかきっとヴィンテージ結構先だね、10周年とか、3周年とか5周年とかね、そういうタイミングとかでやろうかなと思ってますけど、中は白シャツで、これイタリア軍のオフィサーシャツですね。もうずっと着てるやつだね。そうだね、もうなんか多分何回も紹介してると思うんですけど、まだね、バイク乗るときにね、ちょっと日焼けしたくないんで、ちょうどいいんですよね、これが。バイク乗るときの制服みたいな感じで。確かにバイク乗るとき白シャツやけに合う気がする。そう、結構爽やかでね、風にもなびくし、ちょっとこれ以外のレパートリー欲しいぐらいなんですけど、バイクで移動するときはこれを着てることが多いですかね。で、パンツが、こう前もなんか多分、いつかのタイミングで紹介した気がするんですけど、60年代、70年代のデンマーク軍フィールドパンツですね。キュウリさん、トップボタンが開いてます。あ、そう、これ、ウエストが細すぎて、ちょっと。キューティーでも細いんだね。そう。いけるんですけど、閉じなくていいかなと思って。で、ヘリンボーンの生地っていうのが珍しい気がしますね。これ意外と全然出てこない。そう。で、ありそうなの。これもね、前、ミリタリアの買い付けの時に、その倉庫で出て、1本だけ出て、たくさん出てほしいんですけどね、意外とレアなパンツかなと思います。そんなになんかヴィンテージ感なく着用できるのがいいポイントですよね。で、最後に靴なんですけど、ウエストンのゴルフ、はい、これからの時期は活躍する時期じゃないでしょうかね。北海道のポップアップでももう毎日これ履いてって
多少の雨とか降ってきても安心だし、ちょっと汚くなったら新品で欲しいなと思うぐらい気に入ってますね。なんでなんかタイミングがあれば皆さんもゲットしてもらって、めちゃくちゃ良さが実感できるかなと思います。では次が私ユミが行かせていただきます。お願いします。まあ、こちらのシャツからいきましょうか。まあ、こちら1930年代の、US アーミーのパジャマシャツですね。まあ、30年代に全く見えないこのデザイン性と、まあ、生地感もさ、ね、ちょっとこうふかふかとして、ちょっと暑い日もちょっと寒い日も続くみたいな時にはこのシャツめちゃめちゃ重宝します。これ買ったのは正直2年前だか3年前ぐらいだった気がするんですけど、もうそれからね、これは結構本当に手放せない一着になりました。なんか私物奉仕とかするときとかにこう自分のクローゼット見るんですけど、これはまず絶対に占いリストに入ってる。おー、なんかね、最初買ったときはね、そこまで気に入ってなかった。サイズ結構大きいからさ、これぐらい大きいんで、まあちょっとまあ自分の中でこの一着でオーバーってどうかなって思ったんですけど、だんだんそれが自分の身になってくるというか、芯になってきてくる。まあ、こんなね、さらっと着てるけど今10万超えるよね。スーパーレアっていうね、意外とめっきり見ないですね、これを扱ってるところも。なんかもう俺もともとそのやっぱマルジェラとか幼児とか好きだったから、ああいうデザインがこう自分の中の芯になってたっていうのをこの一着を見るとちょっと思い出すというか、やっぱこう物のこう市場価値がいくらとか希少性がとか、まあ、それももちろんまあこれもあるけど大事だけど、そういうんじゃなくてやっぱね、こういうデザインでやっぱ好きだったんだな、こういうの自分っていうのをね、思い知らせてくれた一着ですね。まあ、これもね、まだまだ全然いろんな動画で出てくると思います。やっぱそれぐらいね、毎日着たいような一着ですね。まあ、これぞ本当に自分の私服っていう感じです。で、そしてインナーに着てる T シャツなんですけど、まあユーミは結構暑がりかつ寒がりでね、結構めんどくさいタイプの人間なんですけどまあちょっとまだ10月も、ね、T シャツはいけるんじゃないかと。で、これが、1989年の、ニューオーダーのコンサートっていうツアーだったかなの、一着です。まあ、だけどこれ1989の完全なオリジナルってわけではないっぽくて、2000年か90年代後半ぐらいにあの復刻で作られた一着です。だからまあ今こう言われるリプロっていうよりかもグレーなラインだから、すごいね、安く買えた。でオリジナルだと、まあ、4万から6万ぐらい、サイズにもよると思うんですけど、LXL とかになるともうちょいいくかな。僕はもう昔このデザインを見て、その時ニューオーダーまあまあ好きってぐらいだったんですよね。今は結構大好きで、うちの壁にもね飾ってあるぐらいニューオーダー大好きなんですけど、そうなった時にこれを探して、あの時確か前見た時に2万ぐらいだったんですよ。5年前ぐらいかな、4年前ぐらいかな。まあそれから時が経ち、まあ、4、5万になってると見て、嘘だろと思って T シャツで4、5万はね、さすがに出せんなと。アートTとかも、まあ、欲しいなと思っても、まあ、2万円とかついたりすると、いや2万円だったらなんかユーロのいいジャケット買った方がいいなとか本当そう、なんかそういう風に思っちゃうんですよね。まあ、それはね、俺も分かる、好みではあるんですけど、まあ、どこまで、ね、出せるかって価値観の違いだからね、それは別にいい悪いじゃない。フジロックでストロークスの T シャツ買ってたんですけど、5500円で、まあ、ちょっと高いなとか思っちゃいましたもんね。まあ確かにライブグッズで5500円 T シャツってまあまあ高いと思う。まあなんか最近はそんなもんだよ、そんなもんな気がするんですけど、そのグッズ T みたいなやつでも、なんかそのね、なんか作品に対してのこう、敬意というかね。そう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 、うん、それがブートじゃなくてね、ちゃんとオフィシャルっていうのが大事だったんですけど、これはちょっとブートかオフィシャルかね、あの曖昧なものらしくて、タグがね、ないんですよね。多分取れちゃってて、で、ここにまあよくあるウォールオブフェイムとかああいうのもないから、まあ多分本当に前の復刻されたやつなんじゃないかなって。本当でもね、デザインが好きですね、これ。で、そして今回の、まあ、メインディッシュというか、まあ、キューティーガンボール好きなら僕はこのパンツで、これが昨日買った1本です。正直昨日まで札幌行ってね、ヘトヘトの状態を撮ってるんですけど、札幌が結構涼しいぐらいで、やっぱニットを着たりとかそういうテンションで全然行けたから、こういい意味でさ、その季節感先取りできたの。確かに。からなんかこれ欲しいってのが結構出てきて、それで買った1本がこれ。はい、めっちゃ久々にブランド物を買いました。多分友達のブランドとかそういう以外でこういうメゾンブランドというかを買うのは本当に何年ぶりだろうってぐらい。で、これが幼児山本のパンツになっております。なんかブラックスキャンダルっていう最近あったその過去の名作をこう復刻するみたいな、まあ、そういう一本で、まあ、元ネタはちょっと何年かまだ調べてないんですけど、まあ、昨日買ったもんでね、もう気に入りすぎてすぐもう履いて帰っちゃった。で、まあ、これはまあお分かりの方も多いとは思うんですけども、はい、
あのロイヤルネイビーのスラントポケットのカーゴデザインをこれ踏襲して作ってるとで、タックが3タックも入っててもうめちゃめちゃ太いで、リップストップの生地使ってるっていうね。あ、リップストップなんだ。そう、リップストップよく見ると、ね、あ、本当だ。そう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 、だからすごい不思議な一本だなと。でもコットンのリップストップだな。そうそう、コットンだったもん、これは、うん、だからそういうなんか細かく見たらこんなただただぶっといパンツだけど、いやー凝ってるとこ凝ってるなと思い、これはもう勢いで買いました。あと結構このブラックスキャンダルってシリーズ多分安いのかな。でちなみにね、まあ、これを中心に今日は組み立てたんですけど、今日テーマがありまして、何と思いますか。テーマ、はい、呪術廻戦。正解です。さすがです。さすがでございます。今ね、呪術廻戦が本当に熱いですね。もうね、僕らはもうジャンププラスでね、もう毎週月曜とか日曜の深夜0時になった瞬間に俺はいつも、そう、あ、もう0時だった、ジャンプ見ようっていうぐらい、まあね、毎週本誌で読んでるんですけど、ちょっとまあネタバレはあんま言わないようにします。とにかくすごいことになってますね。まあ、コメントのする方もあの本当にバレないように、まあ、1週間ぐらい経ってるからまあ言ってもいいのかな。まあでもツイッターのトレンドとかにも上がってたりはしましたね、あのことがね。はい、いやまあ本当にこう昨日あの電車乗ってたりとか移動するときに鏡に映ってる自分見て、このパンツめっちゃ五条悟のパンツやんってなって、うん、色は多分違うと思うんだけど、あとそれが前にあのゲトウスグルと五条悟が2人で並んでるみたいな時のパンツのシルエットに近いなっていう、この太さ。なんかね、ああいう漫画ってこう、うん、ワイドパンツみたいな、そう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 、よくみんな入ってるよね。ちょっとこうドラゴンボールっぽさもあるというか、大工さんっぽい感じ。そう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 、うん、ああいうのがやっぱ俺ちっちゃい時からジャンプ好きだったから、なんだかんだそういうのかっけえって思って自分がずっといるのかもしれない、うん、幼児ならではのね。そう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 、まあ太いけど綺麗なシルエットというか、うん、そういうやっぱ自分の少年心から多分この一本を選んだなと思う。本当に最近ねマジで気に入って買った一本です。でシューズは幼児に合わせて、はい、アディダスのスペシャル、まあやっぱね Y3 もやってたりとか、幼児に合わせたアディダスって結構切っても切れない関係なので、うん、まあ、そういう時にこういうねちょっとガムソールのやつ、これはあのヨーロッパ限定企画のものになっています。まあこれは本当にもう最後の引き立て役というかね、まあ、3本ラインでしょそこは入れました。だから本当に今回はねパンツ主体で考えたコーディネートです。今日僕はパンツ主体で考えることが多いかないですよ、うん、パンツから選んでみて、やっぱこの今年の秋冬はもうちょいパンツをねたくさん集めていきたいなと思います。俺らパンツ不足だよね、うん、割とそう手持ってこういうなんか一発爆発力のあるいつもと全く違う、うん、上はバリエーションいっぱいあるんですけどね、うんうん、パンツがないですね。パンツの色で遊ぶのがまだね楽しめてないんですよ。うん、いや、うん、難しいよね。まあそうだね、色のパンツは1年履いたら飽きるしね。そう、うん、やっぱなんかそれがちょっとねファッションすぎるというか、うん、消費的に捉えちゃうからこそ長く使えるようなカラーパンツをつけたいか作るか。カラーパンツね。はい、ちなみにあの今作ってます、うん、パンツとシャツ、ね、あとキューティーさんとまた、ね、全然違う方向性で今やってるんでちょっと楽しみにしてほしいですね。あ、でも庄司智春さん、あ、そっかそっか、智春さんって、ね、言いたかったので、これはミキティ側の意見ですねっていう、うん、というわけで今回は夢のキューティー10月の祝福でした。まあやっと涼しくなってきて、はい。場所が決まりまして、日赤病院駅だったっけなの方です。あのリードさんとかある南の方。まあ広島もねちょっと何件か取れそうな話はもうあるのでちょっと楽しみにしてほしいですね。で11月が熊本ですね。熊本はあのスイートハートライブのスイートハートジュエリーの2人と一緒にやることが決まりました。熊本の彼らのギャラリーを借りてやらさせてもらいます、はい、いやー熊本もね初上陸、まあ、広島もそうだ、広島も初だし熊本も初だし、熊本何件か取れてる店もあるのでね、いやー楽しみですね。まあその前にパルコとか、そうだね、うん、今まさに多分この動画出てるあたりでパルコがもうあのやってますと、うん、はい、あとねお見事出たりとか、あ、そうだ、11月にあのパンとアンティークっていう、うん、あ、それいつ11月の中18、17ぐらいだった気がします。あ、あ、そうかそうか、あ、11月、はい、あ、そうだ、今月あのユミまたパリにいるので、うん、あのだからあのどんだけ働くねんっていうね。そう10月は
僕もあの広島ポップ帰ってきた次の週から10月、はい23かな、お赤坂のミュージに出てるので、そうかそうかそうか、なんかタイミングがあれば、はい、その10月のファッション会なんで結構あのいいヴィンテージがたくさん見れると思います。なのでまあ10月11月にかけて夢の聞いてはもうね死ぬほど忙しくない、まあ12月までなんなら、もう12月1月まで12月1月までかな、はい、まあ1月までのスケジュールもちょっとあの12月1月のあの前回言った大規模イベントももう会場ほぼ決まりまして、うん、まあちょっといろいろ詳細集めてるんで、まあ今月中にねリリースできればいいかなって思ってます。まあ、そんな感じで10月からもう年末まで年始までバタバタなんですけど、くじけず頑張っていこう、ちょっともうこれが楽しくなってきました。そうそう、もうねやっぱねみんなでヴィンテージを盛り上げなきゃあかん、俺らの世代で。かんはないけど別に、いやもうやりたいの俺は。というわけで、11月の私服もお楽しみにお待ちください。本日もご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、インスタグラムのフォローぜひぜひよろしくお願いいたします。あと5万人達成しました、チャンネル登録者数。ありがとうございます、ありがとうございました皆さん。今後とも長く終わりよろしくお願いします。それでは